始まりました。水曜オリジンアワお相手はシントスケシントシュニノスケとケイジャージです。よろしくお願いします。うんが入るの、今日。いいでしょ、別に。いいでしょじゃなくて。恥ずかしい。いやいやいや、ピックアップされたいみたいに、気持ち三連チャンぐらいで言ってたから。気持ちさん。いや気持ちが出てる、気持ちさんってなんだろう。5月12日、水曜日、生放送でお届けしております。ありがとうございます。いやどうですか。もう、蔓延防止措置法が。 ま、はい、また延長になってておりしそれに伴って沖縄はあの劇場なども、まあ、8時までにしてくれという要請が追加で措置が取られまして、はい、であのオリジンライブ第4土曜日にあるんですがそちらも、えー、いつもは夜の7時から大体2時間ぐらい9時ぐらいまで。うん あったりするんですがそれがちょっとオーバーしたので時間調整しようかなみたいになっていたりなるほどまた振り回されてますねもうやんなりますねもうこればっかりです本当に八十ってなんでだっけ劇場の場合よく考えたらこれに関しては時間制限するということにはどういう意味があるのか、なんかその次のステップは僕は考えてもちょっとパッと思いつかないですね 全然酒類提供しないから良さそうだけどねボウリングとかはあれなんですよ8時以降も開けててうん、うん、あそうなんだただ8時からは持ち込みもそのお酒の販売もしませんよっていうやつをやってたんですよ<ー>そういう看板見てはははいはい、はいあじゃあ,じゃあなんか別にねライブ会場でお酒が出るような場所じゃないじゃないですか。ななかなかもう 客とと芸人がいいななりはハイタッチとかもないだろうしまあわらばあさんは先に飲んでるパターンは <laughs> いつもあってライブの G2 ぐらいで寝,寝始めるっていうのは何回か見たことあるけどそんな会場で飲んじゃだめですからねうーんそうですねお酒だけどなうーん一回だけの公演はよしとしますよみたいなだったらなんか分かるんですけどうんうん、うん、別に一回しかやらないか大体。 まあ、そか、ずっといとにかく一応まあ、そういうルールになっていてまあ、できるだけ人がいっぱい出ないようにっていうこともあるんですかねことさら夜に出て人流ってやつですか人流人の流れとかで人流を抑えるってことですかねなるほど人流です人流ですかやっぱりねでももう八時までだったらもう天仏でも酒出しよさそうですね もういいでしょいえそれは天仏のルールがあるからもうまん延防止とかじゃなくて天仏ルールがありますからうんまあというねですがじゃあどうなるかまだはっきりしてないわけですねそうなんですよこの確認をしないといけないというねところもありましてちょっと告知も後手後手に回ってしまってますけれども今日明日ぐらいには SNS で 発表できるかなと思いますんでねまたこちらもオンラインの方もありますんでぜひお聞きの皆さんもよろしくお願いしますとはいお願いしますねいう感じですねずっとまん延防止ですけどねずっとまん延防止もう何十年も友達もいない人付いもない仕事関係の人も何もないんでどんだけ寂しいんすか自慢じゃないですけども自慢じゃないな本当にひろき居酒屋で 友達とお酒飲んでたじゃないですかそうだ一回はあったね確かに千円あの時はいただきまして投げ銭の時ありがとうございます投げ銭ね偽物の千円ねありせもんだったもんうるましではだいたいいっぱ使ってるんで偽札いっぱいあるんかいばらまかれてるんでねそれで経済回ってるんだすごいなもう本当にもうずっとですよ多分で二人が酒飲み始めるこの二十歳ぐらいからの今まで十何年かの間で飲んだ量と 俺の人生で飲んだ量ってもうはるか前に抜かされてると思いますよ。うん。うそんぐらいもう何もないんで、正直。もうあれ、居酒屋で俺見たのあれ、もうラッキーですよ。もうレアキャラですあれ、ね、多分あ、じゃあ相当貴重な時に出会ったんだ。そのビックルマンでいたのなんかあのすっごいシールですよ。ビックルマンのすっごいシールですよ。<laughs> <もう S 2> ア。立体的なキャラクタールもうリそう、立体ぐらいの。うん。そんぐらいレアですよ。 まあじゃあ相当レアの時に、鳳凰鳳凰ぐらいから、まあじゃ。鳳凰。いや、ポケモンで例えるな。<方法 S 1> びっくりマンシールで言ってるんだから。鳳凰ですね。うん。まあ具志のね、ありましたけど、投げ銭の時に出会って。うん、で、まあ淳選手が、まあ方言だからいけるんじゃないかっていう策略でね。淳、うん、<の>選手が方言だから、これは、ど、三人の策略ですか。そう、三人の策略で、淳選手が方言だから。まあ、具志とか、あっちら辺の地域、方言めっちゃ好きなイメージがあって。あ,あ,あ、そうなんですね。うん で、なんか強いっすよね。中部行くとパワーが上がる。めちゃくちゃ。中に来るとちょっとダウンする。やっぱり那覇って首かしげる。なんか一回あの名古で投げ戦した時きに、名古に行く前にまず金城に行ったんですよ。はいはいはい。金城に行った理由も、その時日曜日で全部横島な理由っすもん。そういつも。もう僕たち本当に金がなくて、どうにかして金を稼ごうっつって。 もう金城がどうやらあの軍の尺治療が入ったらしいみたいなもう金城の人今月大体みんなもう。 何百万ともう振り込まれたらしいみたいな何で芸人にその情報な敏感だからなそうそうどこから流れてきた情報だばみたいなで誰が言ったかも覚えてないけどジャリスケじゃないジャリスケかいジャリスケじゃりすけが言ったら本当だなジャリスケにもらえばよかったんだで本当にその情報が流れてきてで僕たちとしてはもうそんな信憑性とかどうでもいいからよ みんなお金持ってるんだみたいなよしとりあえず緊張に行って投げ銭しましょうっていうもうはいはいはいもう分かりやすいもう単純明快なロジックで緊張に日曜日に車走らせたら全然どこも居酒屋やってなくてどこも居酒屋やってないやつだそう日曜日そう日曜日大体休みだったんですよ今思えばあっち裏通り行ってましたね裏通りというかうんか他にもありましたね緊張あそうなんだ違う場所当たってましたねあんまりイメージないなんか飲み屋街みたいな 肩もある緊張。うん、まあ飛び飛びであるか。緊張の人もどっか飲みに行くんじゃない。緊張じゃなくて。緊張じゃなくて。うーん。 ここに集まるみたいななんか言ってた気もするな大丈夫だからっからねちょっと肺にガンが肺にガンやばいじゃないですかさっきのボソッとスペインかっていうのちょっと気になったんでけどメキシコか偽札の話俺のボソッとツッコミ聞いてくれてたそうでその近所に行ったんですよで近所に行ってで結局どこも空いてないから焦ってきて金も稼げない時間も浪費してる もうやばいってなっててなガソリン代かかってるガソリン代もかかってると、うん、でも近所の,の東海岸通ってきたけどどこも居酒屋空いてないのは分かると、うん、もうこのまま「名護だ」っつって<え>その名護にも走らせて金の次も名護じゃないですか宜野座あるけど、うん、まあもう居酒屋空いてそうなのも名護しかないなっつって名護まで行ったんですよ、うん、でその名護に行ったら行ったでまあ名護はさすがにちょくちょく居酒屋空いてたんですけど、うん、このお客さんがなんか閉幕とは分かる上にあの 全然笑わなくて潤、うん、選手にえ面白くないよみたいなことをしまくとばで言ってるんですよ。<laughs> でそれで潤選手としてはもうずっとお金をもう求めて、うん、もうずっと車走らせてる金もだめどこもだめようやく見つけた居酒屋に入ってしまくとば分かる人にしまくとばで笑いが取れないっていうもう何十句にも見舞われて潤選手がばち切れてましたね <laughs>。<laughs> なんかみた僕より面白いんじゃないのみたいな感じでお笑いバトルみたいな僕たちが今言ってるのはなんていうんですかの一般の言葉で言ってますけどそれをしまくとばで言って僕たちもギリギリ聞き取れる感じでしまくとばで喧嘩始めてそれを隣で聞きながら潤選手バチ切れてるやしみたいな時もありましたね潤選手はチューブだよねチューブですねどっちかたら 庵とか西原よりの方の、はいうん、中部って例えば沖縄市から北ってなった場合に、はい、まあ北部も込みでうん、うん、癖がすごすぎるからうん、うん、しかも地域地域で、はいタシマン中で純選手だろうと関係ないんですよ、はい、だ結局純選手はやっぱり那覇じゃないとだめだと思いますよ結果あ。そうううほほ 恐ろしいですよ中部でももう名古とか元部なき人なんてもあの辺もなかなかの癖すごいですからね<ー><も>これ島言葉の癖ですか島言葉自体の癖もすごいですしちょっと間違って聞こえてるような感じなんですかねこれは多分分かってはいるんですよみんな<ー>ただこうね島なんで身構えるんですよこう、はい、あっていう感じになると思いますい地域性が出るってことですね 出ると思いますよ。過去一受けたのは覚えてるんです。かカデナが。カデナは信じられない受け。あれやばかったな。どこにあるのカデナ？カデナのなんていうんですか、ロータリーから中に入る。カデナは居酒屋がめっちゃ集まってるところがあるんですよね。もう数軒しかまあちょっとないですけど。四つまではいかんけど、まあまあカデナ。ロータリーの旧道っていうんですかね。旧道のちょっと界隈ですかね。うん。 僕の中の一番ウケたのは高校の出し物でやった漫才が1位だったんですけどそれを上回りました風流風なしかも一番ウケたのが「ターミネーター」のシルク検査だったああなるほどね事務所のネタでねめっちゃウケましたからあのすごかったな「ターミネーター」のシルク検査やったんですよでそしたらもうめちゃくちゃ受けてもう笑いが止まらないみたいな終わった後も「ターニミエーター」 ターミネーター、ターニミエーターずっと笑いっぱなしであっちは何年前これもう5年ぐらい前ある時はもうワニ先生があの辺仕切ってたんでもう笑いをどんどんばらまいてたと思いますよじゃあよくないな風な高校で相当ハードルが下がってたんすねえもうワニ先生が教えたんですよこれがお笑いですよっつっていやいやだとしたら間違ってるよありがとうですねターミネーターの視力検査であんなに受けることないんだもん普通なんかポップなところはあるさあの 混ざっってててきる地域沖縄もそうだけどカデナとかあの辺はまたそういうよそ者も多分ある程度は受け入れるじゃないですかちょっとポップな部分はあると思います軽いでも不思議っすねそこからカデナでめちゃくちゃバック取ってもう調子乗ってるじゃないですかはいチャタン移動してめちゃくちゃ滑りましたからねあチャタンは受けそうですけどね 田島がいたときそうそうそうという同級生がたまたま飲んでた田島がいたのにいや田島わかる田島いやかなしんと一回ベースボーイズっていうコンビでフレッシュお笑い選手権に出た田島です高ウの時こいつが受験だから全然頑張ってくれない田島っつっね田島の不ラがずっとあったんかなじゃあもしかしたらねいやでも田島は相当明るいキャラなんで。 その田島もちょっとフォローしてましたねいやいや面白かったよっつってお疲れみたいなあんなに体の大きい田島がちっちゃく見えま気まずかったんでしょ肩身狭かったんだろうな同級生滑ってる俺の友達だぜって言いながらいざやったら死に滑ったから肩身狭くなって軍の消防で働いてるのにいやそんなことありましたね投げ銭はもういろいろ 今はで考えたらあ,<ー>あんなに居酒屋回ってつば飛ばして飛んでますよつ、ね、ば飛ばしたことも少し笑いになるぐらいのうむしろつばを浴びたい方は前の方にとかみたいなこと言ってましたからね、うん、あなるほどうん懐かしいですねまあ間もなくでしょう,もう今年もしくは来年初めではまたできるようになるんじゃないですか ワクチンが来て僕はもうガブ飲みするって宣言してます。ミルクコーヒーじゃないんだから。いや、もうガブ飲みできますよ。いや、打つ方ですよ。筋肉注射どころの話じゃないです。いや、結局注射なんかい。中身からコーティングしていきますよ。何ぞか。ダメですよ。コゾロップ、ぶち込んでやりますよ。いや、無駄遣いすんな、ワクチン。ガって言って、全部吐いてやりますよ。いや、みんなやしい。ワクチンの飛沫ってどう捉えればいいんですか飛沫だけどワクチンだみたいな。ありがたい。ありがたいな結果 どうですかでも最近は、うん、もうね、うん、やっぱりもう何度も言いますけどもうお店も閉まってるし、うん、最近もうずっとパワープロ2016しかやってないですね <laughs> <laughs> 2016哀愁漂うななんか2016ってパワープロってそんなまだ出てるの2016って出てますて出てるんじゃないですか <laughs> そうなんだたまたまその、まあ藤亮さんからプレーステ3をいただきまして、うん、おおすごいで安くでプレスあのパワープロ2016からはいはいはい、うん もうそ育てに育てまくってますね。あなるほどね。一応あれ面白いですからね。あの全部沖縄名字縛りで作ってるんで、お二人の名字もこれからはい作ってきますので、珍しいなんか。いやもう。どういうタイプですか。どういうタイプの選手になりたいですか。ピッチャーなのかとか。ああハワーだと近所まだ作ってないんですよ。はいはいはい。沖沖縄なのに近所作ってない。確かに近所まだ作ってないです。あもうじゃもう取っておきだ。取っておきだ。ピッチャーっぽさもあるじゃないですか近所って。 いやか右投げ右打ちの結構ね剛、ね、<laughs> 腕タイプのイメージもあるんで、うん、はいはいはい<ー>でも野手でもいそうだしショートとかで金城っていそうだしあ俺も俺はもう個人的にだけど、はい、もう下手に技術はいらないですねもう超パワーでバッターかなるほど超剛速球かっていうどっちかでお願いしたいですねでも筋トレとかもうそれ筋トレしまくってもうスピードとパワーのみの 技術いいつミートはめっちゃちっちゃいけど当たったらたた当っらすぐドモンみたいなドカベンのドモンみたいなバントでホームランホームラン打つしあれスイングの空気圧でレフトフライまでいきましたからね当たってないのい。スイングの空気圧嘘だろっつってバックバックバックっつってあれぐらいのパワーが欲しいですねああ思ましたパープロではもうええ超えますね 最強ですいやもうやばいっすよ、うん、本当に。いや僕はやっぱりあれですねあのデートイベントで <うん S 1> あのちょっと夜ムフフってなって弾道が上がってほしいですね。夜の弾道が。そうそうそのそのパターンある？なんかっピッチャーだと <うん S 2> あの付き合った彼女彼女によって <うん S 2> 例えばミスターケーってあだ名がついたりう <ん S 2> そういう脱三振がすごいピッチャーになったりとかは能力。 アップはするすごいベース能力アップはしないみたいなミスター・ケはなた脱なるそう脱三振取れるようになるツーストライクに追い込んだら能力を発揮するみたいなやつがあるわけミスター・ケは何とかがデートで言うところのわかんない急にミスター・ケがつくんだ女の子が5人ぐらいいるんですよ出会える女の子でそれぞれの好感度をどんどん上げてって付き合う付き合わないっていう展開するんですけどあ じゃあ勝負強さみたいなところかな。そんなのもあるんだ。面白いっすよ。僕は昔やつはパワープロはあのあれ本当にあったんですよ。あの夜なんかホテルとか行って無ふふみたいな感じでピコーンって弾道が当たってがっつり絞れただな。そうマジであったんですよ。クレブじゃあ昔とはちょっと変わってるはず。うん。今なんかセンスを集めないといけないんですよ。センスセンスゼロから百まであるんですけど。うん。センスが高くなればなるほど。 能力を上げやすくなるすああなるほどねって、うん、いうシステムになんか変わったらしくて2016年か今までなるほどね一つ一つの選択肢のやり取りでセンスが下がるセンスが上がるっていうのでなるほどこっちの人間性も試されてる <laughs> <laughs> 例えば矢部君って眼鏡のキャラが恋愛してるんです応援するよっていうか、うん、俺は別に興味ないとか,かそういう選択肢で、うん、そう矢部君の評価も下がるしなるほど本当に人間としてのセンスもなんか。 うん、そんなこと言うわみたいな<ー>でセンスマイナス1ってなったりするんですよああなるほどそうなんか本当ににんか最近のなんかプロ野球選手ってなんかそんな感じしますもんねまさに<ー>なんかいいやつがみんなうまいみたいなああまあそうだ人格者が人格者みたいな根尾<ー>とか大谷とか<ー>佐々木とか今でも宮城とかなんかみんな荒々しい感じ取ってもなんかあんまり確かにねスラッガーみたいな人でうん 佐藤ぐらいじゃないですかなんか昔っぽいなみたいな佐藤,あの佐藤じゃない誰あの阪神の佐藤輝明あ佐藤か今あ今頑張ってるのそうそうそうなんかちょっと荒々しい感じしないけどあいつも<ー>なんかすごいっすよねすごいね大活躍さも,、うん、もう決定だよこの段階で新人を決定,決定だなもう もう決定しました決定し僕はもうあいつもやってんだこれ彼は新人王ですね新人王決めてるのに刑事屋さんの決めてます間違いないです意外すぎるなこび売ればいいんだじゃあ簡単にコび売れば意外なところで決めてたなええそうなんだねゲームこんななってんだもう逆にさバグキャラみたいにできたりするんじゃないもう突き詰めてセンスゼロもう暴言大ばらまきずっとやってたらある時期に来たら ババーンってなんか変なゲージが出てきてもう達成しましたあなたはもう本当に振り切りましたともうあなたとんでもないクソ野郎だけどその代わりすっごいもう野球センスが上がりましたみたいな,なんかこれもチーム評価も下がりに下がって最終的に試合に出れなくなるって<笑><笑> <laughs> みんなからも嫌われてええ <ー S 2> でも見てみてどこまで一体なるのかもう自由契約とかそんなのもあるの、はい、あ,あれなんですサクセスっていうその選手育てるやつは社会人野球 とかあ<ー>まあ高校野球からこう練習してスカウトされるまでっていうのがクリアなんですねじゃあ,あもうスカウトされないっていうのがされるされないがゴールなんだそうですそうですもうとにかく野球ができなくなりましたみたいな終わり方とかではなくて一応それもあります怪我であ<ー>怪我しても敗今も BGM 変わらん トゥルルン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 トゥルル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 ル で、あーもうダメだと思ったら途中でもう消すタイプなんであなるほどね途中であーもうこいうだうさ完璧に育てたい,みたいそうそうそう,うんオールエスも作ってますは、ね、オールエス最強っすよこれ普通にやってできたいやこれもまた大丈夫博士大丈夫博士プラスどんどん出てくるな大丈夫博士わかりますいや俺はドカベンの最初の監督の徳川家康しか知らない、うん、徳川家康だったんだ <laughs> 徳川家康

俺なすぐのが水曜折り泡です水曜折り泡勝手に変なキャッチコピーつけんな二代目監督ですね徳川家康がいなくなった時にが土居書き土居書き大丈夫博士の話してるんですよ山土居書きは本当厳しいですかいやいや土下弁移植なってるや実の間にかイープル山田あね土下弁がいいプレーしたのにうバットで払うといやめちゃくちゃ体罰してるなそして土居書き舐めんなよつって うん、ドミノキのホームランボールが民家に当たるからそれを阻止しようと長い竿の上にミットつけてそれを止めたりしてたんですよなんか見たことあるなそれをお前自分の打球の上に止めんなとイいキいあるそうそう見たことあるかよれと思ってやってるのよれと思ってドカベンの話になっちゃったもん、ね、完全に、うん、るるいや俺のやつ <laughs> 俺のやつでもないしザワーいやザワーじゃねいザワはいえどんだけ虚しいわ最後昔 みたいな「じゃない出てこないしはいきなり盛山にはいましじゃ今だったらすごいんじゃないじゃあ2021年パワープロ確かに見てみたい今山川が2016年の時点で2軍なんですへえうんああ山川だからまだ全然活躍しない時期だったんだなと思っていやもう2年連続ホームラン王でしょそうっすねパワーとか S でしょ おそらく今なるほどね。うん。あ、じゃあ、ポーってまず S まであるんだ、今。今、S までになってますね。うなるほどね。ウィーニングイレブンとかもすごそうだね、もうね。確かに。サッカーも。昔オリジンで流行ってたんだけどね、本当ああ、言ってましたね。みんなでやってる時ゲームありますよね、オリジンに。あったね、あったね。んかわいわい楽しそうでしたけど。うん。いやー。あれは実況、パワフルプロ野球は変わらん。変わらん。 野球ゲームいっぱいあるからちょっとわからないよねわからないんだよ、うん、正直、うん、でもパワープローもフルは先駆者みたいなファミコンの時のしかもほぼやってないから、はい、もうその後わからないんだよね立体っぽくなったし1993年にそういう立体的な野球ゲームしかも育成もできる っていうプロジェクトがスタートしてパワープローができたらしいですうんなるほどおもろいっす今大丈夫だ博士のメスっていうアイテムメス大丈夫博士だろ大丈夫大丈夫だ博士はもう志村健さんだからもうそうだな大丈夫博士のメスもう怪我してももうなんかそういうの…大丈夫博士は急に片言で登場して急にっすよ物語の何の前触れもなか片言で ラ拉致されて研究所でこう縛られるんですよ「<え>大丈夫私に任せろ」みたいな「うどうする何,何したい?」っつって「野球が上手くなりたい彼女にモテたい」とかいっぱいある,あなるほど。野球が上手くなりたいは成功率多分零点何パーセントとかなんですよ<え>なかなか成功しないけど成功した時にはとんでもない報酬をもらえるっていうなるほどめっちゃ能力が急に上がったりバクチですよねこれもなんか多分三30回に1回ぐらいしか出てこないんですよだからレアなんですよ だから一応ラッキーであるけど失敗の可能性もリスクも高いとケイジャーさんがうるま市に現れるのと同じぐらいのああ超レアです俺は1000円あげましたけどね3人に確かにノーリスクで1000円はもらえるっていうかなり大丈夫ですじゃあケイジャーさんはじゃあもうこの時期だからみんなもゲームでまた掘り起こしてやってほしいですね昔のやついいですね俺一応ファミコンはあるんであれなんていうの ハードのやつもう昔の80年代ぐらいあ本当のファミコンですか本当のファミリーじゃなくて使えるか分かんないですもん正直へえスーパーファミコンじゃなくてファミコン使うんですへえたぶんあるんでうんじゃちょっとやってほしいですねねまあゲームそれぞれあると思いますからねはいアプリのゲームとかね皆さんのゲーム情報もお待ちしております

y r a d i o s t a t i o n シママース本舗株式会社青い海」「沖縄の塩作りを復活させたい」という思いから皆様の食生活に寄り添ってきました「これまでもこれからもおいしい」の起点に。 島マース本舗株式会社青い海コキザミンディアンとヒップの内縄口ナウ今日のテーマはこちら高カゴ高イタイ相場より高く買うことです行ってみよう父ちゃんうんとさこの秋出たナイキの新しい靴買うから八千円ちょうだい、うん、あげ高カゴーイさんけこの秋出たナイキはこの冬も出るんだろ どうせ買うなら父ちゃんと一緒の一キュッパーの靴買いなさいマスケア一キュッパーはすぐ壊れるさあびらんけお父さんは一キュッパーの靴七年履いているよおにえねえ父ちゃんアケミとソツパーのドレス買いに行くから一万五千円ちょうだいあぎじゃたかごいさんけ ソツパーはカンナジドレスはかんでも大丈夫。あれ、お母さんからワンピース借りなさい。出したい。ワンピースとか履けるか。お父さんはワンピースに魅力を感じる。知らんし。だ、お母さん、とっても飛ぶゴルフクラブがあるわけ。三十万円借りよ。高号伊三景。はい、はい、水曜オリジナルモード来ます。はいどうも。さあそれではこのコーナーいきましょう。はい。<お>ガジュマルファミリーの四番目を当てよう。よいしょー。 はい、こちら琉球,いい、ね、琉球新報の4コママンガガジュマルファミリーの4コマ目を当てようというコーナーでございます。はい<ー>、えー、きたいと思います。えー、1コマ目、万太くんがお母さんにテストを見せていますね。ははい、はいで、85点です。おお、すごいで、お母さんが「あい、すごい!」と。うん、で、2コマ目、この前やったとこの復習テストだからと。で、それでもすごいさと。 でもなでなでしてます。A3、うん、コマ目。えー、今日はマンタの好きなものを作ろうね、ルンルンと。えー、トークでなんかルンルン気分のお母さんの声が聞こえてうん、うん、でマンタ君はそれを聞きながらてん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 となんかうれしそうな顔で何かを考えています。うん、4コマ目どうなるという。おいしいのを作ろうねっつって。はい。これは。 うん、全てを今までおいしいものとか取っ払って、うん、あのチブルーニーニーぐらいの頭の形になった <laughs> あはい、はいはい、もう家系というか<ー>4コマ上で急にニョキ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 ,ニョキっ,っ,て <laughs> ってなっ,なって頭が伸びて終わり,終わり違いますう<う> 前回みたいに4コマ目から1コマ目まで突き破りパターンやチブルニニみたいな頭になって1コマ目まで突き破るじゃないですか突き破りません突き破ったやつをお母さんをなでて気づかずにあれなでなでしてるのは2コマ目だからあ四4コマ目から来てるんだねゃ2コマ目ではなでだから2コマ目はこうやってささすす大木をさすさすみたいに して違うか何 <laughs> か <laughs> 2二個まめで頭さすってるんだけどはい、はい、まあ美味しい何か考えてるも何ももうさすってるところから毛がいっぱいこう生えてきて <laughs> なんか貝割れ大根が生えてきてい太くんの <laughs> 頭皮から急に貝割れ大根が生えてきてあすげえお母ちゃんすげえなっていう。 お母ちゃんすげえな。違います。界隈大根が急に。生えててきお母ちゃんすげえなではありません。四コマ目でしょう。四コマ目です。美味しいもん作るよっつって。分かった。はい。八十五点だから。ひっくり返してゴーヤーで、ゴーヤーチャンプル。お。違います。ああ、近いんじゃない。意味があるのかなと思った点数に。いや、もう。点数はもう。すごいという。うん。 ことじゃないですかね。うん、ツイキャスでは全然来てないですね。うん、ちょっと難しいですかね。すねじゃあ、もう正解。言っちゃいましょうかね、あります。じゃあ、五月も関係ない。五月も特にです。これもう、もうシンプルですね。うん、もう。マンタの好きなものを作ろうねと、うん、マンタ君のそれを見て嬉しそう。うん、で、四コマ目。あ、この好きなものを作ってくれるんだと。思ったら。うん いい子だったら、何しますかっていう。いい子、いい子。いい子普通。万太君はいい子ですから。素直ですから。もうナイフとフォークを準備した。<laughs> あ、正座して待ってる。あ<ー>、なるほど、うん、なるほど。あ。よりも。もう一歩先を行ってますね。んもう一歩先。すっごい。体を動かしに行ったって。 何か考えてるんだっけそうそうもうそうそう何かを考えてるじゃあ,あ<っ>いきましょうかね正解、うん、<お>じゃあお願いします正解は、えー、1コマ目、えー、85点の答案用紙を万太く君が見せて「あいすごいだ」とお母さん、うん、2> で2コマ目、えー、この前やったところ復唱テストだからとそれでもすごいさと頭なでなで、うん、で三3コマ目今日は万太の好きなもの作ろうねとで マンタ君はそれをを聞いいててて顔して何かを考えています、うん、で4コマ目万太く君が机に座って明日の予習やっとこうかなとああそういうことか<う>なるほどし日もおいしいもの食べたいから<ー>そうテストを頑張ればお母さんも喜ぶしおい、うん、しいもの食べれるし、うん、もうテストの予習頑張ろうともう回答を今発表した後だけど、うん、1>, 1個思いついたのにお<う>、うんで。 もしかしたらそれが正解かもしれんし好きなもの作ろうねって言ったけどチブルニーニーが95点の持ってきてごめんっつってチブルニーニーの好きなのにするってなったいいですね10点負けで実力主義のもマンタ君の家は一応なんかありそうではある違いますねはい さあ、ということで、うんえー、ガジュマルファミリーの四コマ目を当てようのコーナーでございました。ふん、ありがとうございます。じゃあ、いきますか。はい。目覚めよ K ・はい、ケジャージ盛大よよいしょこれて来ますね,ね。今日は来てるかな来てるかな、今日は。来てますよ。お来てますね。じゃあ、こちら行きましょう。はい。はい、水曜オリジンアワーの皆さん、こんばんは。こんばんは。東京から国分寺の加藤ちゃんです。ありがとうございます。えー、今朝、ラジオから なんこれアグアグディビティアグディビティとおっしゃってるシュ,シュリノスケさんの声が聞こえてきました <laughs> 俺アグディ,ビティっって言た、えー、東北かインドの発生でしょうか <laughs> シュリッポンということで <laughs> <グ>なんだろうアクティビティって言いたくてアグディビティになったんだ<ー>アクティビティっていう言葉も言ったから覚えてないな、まあ、朝ですからねああ <laughs> いいんだ <laughs> <laughs> 朝はいいんだ、アクティビティでアクティビティが言いやすそうだなアクティビティ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 言ったそ忘えばそれがアクティビティになったんだよく聞いてますよ、でも濁ったのは全然ない全然もう 全然その周りももう無視し始めてるわけですねじゃやもう全然ですよもう周りはも最初から特に朝だからな朝だったらいいんだ聞きてもまだ眠気まなこだからああカトちゃんさんだけ喋べりても起きてるんだみんな眠気まなこでカトちゃんさんだけメガサちゃェとありがとうございます本当にさあ目覚めをケージャージ世代昔は赤ちゃんを乗せて運ぶのは乳母車だったよわやねわね えー、だったねうちなんか買ったうば車を、えー、竹で囲んで落ちにくいように補強してたよ <laughs> って言う人も手を挙げて「げえはーい!えー」かっこおいしそうな顔の赤ちゃんは弟です隣の女の子は4歳のトちゃんま写真もありますねすごい見てみてえなあ大五郎が乗るやつだあそうねうば車<ー>あのパターンっすねうば、んえー、車ってどんなのですか、えーこう これ、まあ、ちょっと俺今これ添付されてるやつ大きくしたら元に戻せんくなるからちょっとやってみて <laughs> あはあなるほどちょっとした浴槽みたいなね4歳の加トちゃんがが右ってことこれです、ね、へ加トちゃん,んあちょっと面影ある加藤ちゃんさん4歳ちょっと待ってくださいカラーじゃないですか本当ですか<あ>加トちゃんさん <laughs> 本当だカラーだ 俺もあでも俺もあれか、うん、俺は白黒あでもあるな1個う 1>, 1歳2歳ぐらいの時はしかもこの乳母車炭治郎あ、違うか花柄かでもこういう形のことを言うんですね乳母車って俺ベビーカーと同じと思ってました乳母、うん、車子連れ狼の乳母の車、うん、あの時代なのにあれマシンガンとか持ち込まれてますから、ね、そうなんです,すよなんどの シーズン何かわかんないですけど急に壁に怪しいやつらがいる気配がしてすぐ馬車を壁側にガッてやって <はい S 1> 中からマシンガンがバッっててすごいなと思う<の>って拝みとやばいなぁみたいな大五郎の血液の衝撃半端ないでしょ <laughs> <laughs> うっとねええー、で <laughs> え予想来てますね、はい、ダム95.5%、えー すっとこどっこいそばしょうの体重、51.3キロ、ももここ先生の今日のマスク、えー。不織布、ではでは放送、ちまってね、ということで。いやー、うん、まあ、ももさんはウレタンつけないでしょうね。もう不織布でしっかり。それか、ら布か、どっちかですね。うんうん、さ、えー、目覚めを経営ジャージ世代は。以上ですね。ありがとうございます。ありがとうございます。いいますはい。 紹介していきます。N ジャージさんシンクンシルノスケこんにちは。こんにちは。どうも。N ジャージです。おお N ジャージさん。ありがとうございます。ご報告が遅れましたが、ユイパックプロジェクトのプレゼントが届いたと県外の大学に行っている息子から連絡がありました。おめでとうございます。おめでとうございます。おシママースは三つも入っており使い切れないので一個は友達のタンプレにしたそうです。あそれでいいです。それがいいですよ。ハンズのお食事券は母の日ありがとうの手紙の中に入っていました。わらわら。 うん、ーハーモニカは夜な夜な、桐山商店のドゥマンギテを吹いてるとか、吹いていないとか。いろいろプレゼントがあったようですね。すごい活用してる、FM エム那覇さん、オリジンさん、ありがとうございました。いえいえ。ハーモニカもございます。そう、ハーモニカは、桐山さんのキ。キーホルダーのやつ。なるほど。で、ホーナーっていう。 このハーモニカのヤクルトの元にいやそれホウジーだよそれホウナじゃなかったホウジーホって言いましたホウナじゃなかった白人の1年で帰ったじゃあじゃあいるかもしれないですごごい時代か時代カトちゃんさん時代ですねカトちゃんさん時代カちゃんさん時代でもないんじゃないですか首里地区のあの鼻くそホウジーがいたからそこから来たんでだけど鼻くそホウジーってあなたのかわいそうに女の子でいや女の子だったらどんなどんなあなたの場合もった

ゆいパックつながりもう一個来てるんでそっちから、ね、あ,ーあ,ーありがとうございますラジオネームゆうこ姉ちゃん先日ゆいパックプロジェクトのコーナーにウィリアムケン君ゆうきちゃんご結婚おめでとうのメールを送ったものです二人からゆいパック当選の知らせがありました<う>お,<ー>おめでとうございますおめでとうございます当選の品物にも大変喜んでいただいたのですが、うん、そのタイミングでメールが紹介された回の YouTube 動画を見てもらったところそちらがまた大喜びだったようで以下、はい、メッセージを転送

さんですね。2>, はい、2回聞いたよわら,すごいわら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 、えー、僧侶のくだりもめっちゃ面白いしとにかくウィリアムケンの話題だったねわらわらめっちゃ面白すぎて2人でケラケラ笑いながら聞いちゃった面白いラジオだった、えー、ゆありがとうございますそしてウィリアムケンさん、えー、最高でしたラジオの電波デビューやりましたわらゆうこ姉ちゃんに感謝です名前をネタにしていただき光栄です 以下お礼メッセージでした素敵な企画をありがとうございました私からもお礼申し上げますいやーよかったですねあ,ありがとうございます喜んでいただいてちょっと名前遊びし,し,したしたんですかねウィリアムケンさんが<ー>海外なのかなとかそ,うそんなの覚えてるんですよ かかるから、ちょっと厳しいですねみたいなあ<ー>。あ<ー>、そっか、あの時はシマリに対して、海外オッケーだったっつって。はいはい、このやりとりあったよね。ありましたね。海外は、<で><リ>ダメですみたいなね。うん、ありましたね。ウィリアム兼の、うん、ええー。まあ、<料>という名前を、少し、うん、あの、活用させていただいたという話ですね。 はいということでありがとうございますいやよかった皆さん笑顔にしてますねいやこれでまた新しいねラジオとの出会いもあってね嬉しいですね確かにありがとうございますはい。 普通のメール「シントスケージャージの皆さんこんにちはラジオネームようじきょうですありがとうございます今月の気象点結ライブの配信チケットを買いましたおす。ありがとうございます皆さんのネタを楽しみにしておりますからねパソコンの前で正座して血眼になって画面を凝視しておりますからねさて最近いろんな場所で SDGs の言葉を聞きますねオリジンアワーでは結構前から話題にしていたので時代を先取りしていたのだなと思いましたさすがですね 皆さんならこの SDGs の正式名称はパッと答えられますよねサステナブルディベロディベロップメントゴールズですね、うん、ちなみにケイジャーさんは、はいえー、他局のラジオでさあ,あ出かけようとス <laughs> ーっと答えていました <laughs> <laughs> じゃあ NHK は何の略でしょうか正解は日本放送協会ですでは 2> <laughs> 第2問、うん、KBP は何の略でしょうか KBP まず KBP が分からんなこれは問題にしましょうかね KBPKBP は何の略はこれはもともとある英単語適当に並べてるだけ一応もともとある KBP が分からんけれどもなんだろうええコサックダンスか確かコサックダンスの形じゃなかったコサックダンス BBP ねブチブチ ぶち破ってえプレゼント。作ダンスでぶち破ってプレゼント。残念です。意味わからないな。KBP。死に終わってるな。正解はことぶきパンチです。いえないやしも。もともと KBP とか言われてないから。では第三問 AHN KBP は何んでレクでしょうか。AHN。ああもうわかりました。いや全然わからないいやもう KBP のもう。 得意技ですねこれは AHN はいうん何でしょうか AHN 全然わからないですねえあなたのハートにキパンチ大正解ですあ大正解なんだでは第4問第4問 SDR は何の略でしょうか SDRSDR あこれも分かっちゃったかな何でしょうキパンチと同じロジックそうですへえ

これはもう難しいと思うんで正解発表したいと思います。SDRGs、うんはいはい、はサステナブルディプロメントスダローズゴールズです。<laughs> <laughs> きっと世界の環境問題はスダローさんが解決してくれるという意味ですね。<laughs> えそんなスダローさんも寿パンチさんも出演する気象点結ライブ楽しみにしております。では<ー> MRS と。ああ、MRS は何も書いてないんだ。うん、では MRS。 かなまあ、来週あまた来週っいな正解なしですけどあ<ー>うでも持続可能な須ロ郎の最終目標環境、うんうん、問題は須ロ郎が解決してくれると、まあ、でも, 2>, でも2人はお笑いやってる今所属してるのオリジンに2人二人こ,きこのキパンチと須ロ郎ですかいるいやもちろんですよ 全然あっても半年ぐらいやってないんじゃないあライブの時あったかいやでも「寿パンチュー」に関しては、うんあのー、ちょっと新しい、えー、夢がありまして、うん、であお笑いをしながら<あ>、まあ、ちょっと勉強もしてると片手までお笑いやるっていうあれか <laughs> いやで <laughs> もう一生懸命今勉強してはい、はい、で、えー、そこのえー まあ、就職をすることができたら、うんまあ、お笑いどうするかっていうところなんでしょうね<あ>やっぱり。なるほどね、うん、就職まで考えてるんんですね、はい、ちゃんと寿パンチはいいい、まあ、その夢があるから僕はいいと思ってるんですよ。うん、であと他になんか。 要は「オリジンチャンプル」とか「オリジンアワー」とかこういう時でもありがたく週一でお仕事あるじゃないですか。で須田郎とかはやっぱりそれがないのでちょっと心配で何か何してるかもわからないしやっぱこれは何かやっといた方がいいんじゃないかなと思って気にしてたらですね最近須田郎がツイッターでこういう文言書いててあんかやる気なのかなっていうようないやでも。 どっちだみたいなの書いてて「ちょっと須田郎ツイッターで企画を始めることにしました」というのも「寿パンチさんの毎日寿」や「宮城萌子さんの弾き語りに触発されたからです」って書いてて「寿パンチ」が「毎日寿」っていう毎日ん一発芸みたいなのを載せるみたいなのを一時期やってたんですよ。えすごいい宮ってうタレントがきり たまに乗せていたりしてそれに触発されて「須田ロうが新企画を始めます」って書いててその名も「不定期須田ロう」って書いててあもう最初からこれは「須田ロうが不定期に何かをするという企画です」って書いててもう逃げ場を作ることしか考えてない。 <laughs> だからこしかも不定期スダロー始まったのはいいものの僕一回もその不定期に巡り合ってないんですよ、うん、不定期だからな,な<う>大丈夫博士たちそう思うだから相当今不定期になってますんで皆さんこちらぜひスダローのツイッターもチェックよろしくお願いしますあやっぱトップ走ってるねお笑いのトップを走り続けてるねい,いったことかよやありがとうスダロー,ーこの場を借りてね SDR ことぶきパンチは僕何度もこの 配達中のやつを目撃してるんですけどウーバーイーツのバイクでこの前たまたま歩いてるウーバーイーツのあいつに会いました何してるんですあ、配達中です中身入ってれば入ってますなんすかしさんなすかしさん食わないでくださいよちょっと別ですダメですよお前山賊と思われてるな いいな食べたかったっすねんか全部仕掛けでもう店舗さんも注文した人も全部仕掛け人で寿パンチにドッキリ仕掛けてみたいなあ配達中のものを奪うっていうそういう企画もしてほしいなあいつも見つかったらもう食べられるってことぶ寿パンチを探せっていう痛そうっつって面白そうっすねということですねはい はい、ありがとうございます。あ、えー、メールあとイ通ですね。行、はい、きます。おばんです。今日から新しいお仕事が始まりました。センターリーダスお,ーおめでとうございます。おめでとうございますえー、何のお仕事か、皆さん予想してメールを送ってくださいね。メールの宛先はオリジン @fm 那覇ドット。jp まで懸命に。 リーナさんのお仕事と書いてくださいね<あ>、えー。就職祝いにプレゼントは背の高いメガネの似合う男性と海で遊ぶこと希望です。お祝いプレゼントの後先はオリジンットマーク FMNAHA.JP まで<や>懸命にセンダーリーナさんのプレゼントと書いてくださいね。さて今夜は18時半から友人の弟君のジャズライブです。う<わ>すおしゃれ ツイキャスで見るよ、うん、私はワイン飲めないからブロージュースとカマンベールチーズ片手に準備していますいいなオリジンアワーが終わったら皆さん聞いてくださいねと、うん、ライブ情報も読んでいいのかな、うん、あ牧野元明ジャズスタンダードトリオというライブ名ですかね<ー>ライブ生配信、うん、出演は牧野元明でいいんですかねギター雑誌 <え>ザコタかなこれ。ザコタリ一ベース、バイソン片山ドラムですかね。うん、え時間は十八時半。配信チケットは二千百円です。マップメイプルハウスで検索してみてねと。うん。ですね。追加して有料チケットもあるんですね。ね。えーだかもうじゃもう今やってるじゃないですか。ね、マッキーの元明さんのジャズスタンダードトリオライブ。先に読めばよかったですね。うん。じゃあ今聞いてるんですけどそれかもう。 もう左耳でジャズ右耳でもう僕たちの大局,局にいる <laughs> <ー>。ジャズとのな我々もねジャズを中心でねやってますからね。うん、<う>やってないですよ。ね、ジャズを中心には。う こっちは無料ですから。無料です。こっちは強いんじゃないですかね。いや、そうですね。幅広くやってますからこっちは。じゃあ、とりあえずもいいですね。はい、メールは以上です。はい、お仕事お疲い様です。本当にね。じゃあとりあえず早いですけどいきます。お願いします。はい。僕のあれ、僕のですよ。行きましょう。僕の唯一のあのコーナー。唯一でもないな。いや、いいんですよそこ。引っかからない。沖縄の本日のダムの貯水率、九十四点七パーセント。 はいもうついに分かりましたねもう90%でもずっと推移してるじゃないですかもうあれです観光客がいないからなんですよあなるほど本当にそうですかやっぱ絶対もう間違いないですねヘリがほとんどないんで飛行機とか船とかもんか水使いそうじゃないですかもうそうですね言ったらホテルなんていっぱい立ってるのにもう水使わないんでねっていう形じゃないかっていうね最近 めちゃくちゃ雷やばい日ありましたよね。ああ、なんかあったな。近所に落ちたんじゃないかなっていうぐらいの。あそうなんだ窓ラス…あ、結局は落ちたのなんかどっかに。多分那覇市内に落ちてると思います。つらいっすね。雷はね。気をつけましょう。みんならへんすごいっすからね。えすっとこどっこいそばショーの本日の体重 !50! 一点おさそうサッ…おぉ、そさ、サッ…サッ…サキロ八キロサッハサッハだからいい加藤ちゃんさんが3キロで予想したんですよはいはい惜しいですね惜しいですね彼も観光客来てないからね体重の推移がもうないですね五十一キロ台でずっといえそこの関連性もあるんですね小の体重と観光客の推移彼らも元気ずっと孤独いって いや、すっとことっこいは、あの、まあ、先週言った通り、あの、四か月ぶりの舞台で。うん。舞台から転落して、怪我をするという。そういえば。怪我はしてないか。この間もやったんじゃないですか、こっちで。ぜひ、さんで。そうそう、そこで、あの、ちょっと椅子を壊してしまって。レッあン三も壊してしまってっていう。のが。やってない、こっち。いや、それが。はい。今のところ。そうですね。あいつはできんですね。そうか、そうか、できんのね。 壊し,壊しますからね、うん、そっかそっかプロレスラーみたいなね感じでいやあいつ本当に壊すんいろ、まあ、僕ん家に泊まりに来た時も本当に結構いろいろ壊すんですよ 2>,、うん、2回に1回ぐらいなんか壊しますね、うん、なんかお風呂場で風呂入ったら「修理、うん、さん落としちゃいました」とかなんか言って僕が当時テレビとか出る時になんか化粧し屋さやさみたいな感じで、うん、買ってた瓶に入った動乱みたいな。 下地みたいなやつとかバリバリに割ったりいつあ物だけじゃなくて人間関係もあいつ壊しますからねヤバ <うん S 2> いやつだな人間関係壊したの僕はあのアイムさんと一緒に働いてた時に <うん S 1> 本当に火曜日はオリジアンは好きなんですようんうん毎週ちゃんと聞いてるで楽しいと思ってるんですけど 評価が高いいじゃなですかインチキだってこっちでも話したことあるの覚えてますああ何か大島さんがいるから大塩さん笑う人がいるからより面白く聞こえるんだみたいなあいつさそれをプーキーが聞いてムさんに密告してるんですあいつが言うことによって俺が別のところで言ってたみたいになるさラジオで公言してなくてあラジオで言ったみたいなプーキーは本当はどっちなのラジオで聞いてたのラジオで聞いたと思うんですよって 前聞いたときに結構前ですけどシンがこう言ってたっつってノーベルさんの2人グーみたいになってて俺とノーベルさんの関係を悪くしたがってこいつ。それをグーってなったらお前何で聞いたのおうラジオで聞いたなんか俺プーキーに言われたわけよってあゆみさんがスタートして最初なんか盛り上がった時うわーみたいないい感じだったのにそっからなんかトーンダウンして何も言えないなみたいな。 そんなことないっすよ二2人でも面白いけどっていう意味で言ったのに腹立つわいやまあでもこのラジオをノーブレさんが聞いてない限りはこの思いは伝わらないんだあいつそういうとこあるからなんかあいつなんかスキャンダルとか好きさどうしますかどういうことですか と話したちょっと秘密のことをめっちゃ無理やり聞こうとするそれをそして聞いたら誰かに言うんですよあいつ悪気なしにあいつにはもうあんまり近づかないようにしようと思って悪気がないっていうのがまた立ちはるよなそうベンビーさんの家に昔よく僕とプーキーでよく飲みに行ってたんですよははいいでプーキーがある日んか あんまり誘われなくなった時期があって、うん、で、ベンビーさんに「なんかプーキー最近なんかあんまり呼ばないですね」みたいな「うん、ああどうしたんですか?」って言ったらああ「別にいいんだけど」っつって「プーキーよ」っつって「うん、オレンジ飲んだらオレンジであの必ず寝て朝起きて飯食ってバイキング終わるまで見るんだよな」<laughs> ってい、ね、<laughs> <laughs> ベンビーさんとしては「<laughs> <う>別にいいんだけど<う>なんか。 飲飲むむってが一番楽しいいじゃなですか朝起きて俺もまあ何となくその感覚分かるんですけど後輩とか家に留めて飲んでる時楽しいけど朝起きて後輩が家にいたらなんで俺はこんな後輩3人と朝っぱらから同じ時間を過ごさんと現場みたいななんかもう感じちょっとになるさもう帰ってみたいな。 で、うん、でそれをプーキーは必ずバイキング終わるまでいる。<laughs> <laughs> バイキングってなん昼のやつ。昼のやつです。もうほぼ夕方の入り口まで入る時間まで。テレビがないからか。日だっけあれ。テレビないんだいす。<laughs> 情報をそこで仕入れほしい情報権として活用してんだ今の時。あもうそんなに俺なんかパッパパッパも用事なかったら帰るとかそういう人間と思ってたんだけど。いや。ベンビーの場所が相当居心地良かったんだろ、ね、うね。ねベンビーさんの家が好きなんでしょうね。<ー>そのくせあいつは一回だけ あいつのプーキースカイハイツに止まったことあるんですけどめっちゃ最もうギリギリまで拒否してますよ止めるなマジすか珍しいなぁ静かに止まってくれたらみたいな家には入れたからない今じゃねもうビッグ開発さんに就職も決まってね違うってもらう CM にプーキーそっくりの人出るんですけどあれ違いますあ違うのあれぜひ皆ビッグ開発さんの CM を見てみてください飛び込みメールが来てますので 手足読みたいと思います。はい、水曜日の三人さん、こんにちは。はい、先ほどの軍用地の話ですが、すごいですよね。はいえー、私が二十年前に聞いた話では、近張は町内だけの電話が無料で。スポーツクラブの県外派遣の段取りと、予算は役場の仕事。農家が使う軽トラは、一家に一台半額で購入できるそうですよ。えーえーえー、す県外派遣の話は羨ましいですね。ラジオネーム釈案です。え、ーすごいな。これ、町内の電話、聞いたことあるんですよ、僕も。うーん。 はい,い、はい。さあということで食安<あ>さんありがとうございます。ま,すまた来週元気にお会いしましょう。はい、水曜オリジンはお相手は新藤篤新藤、知里のスケとケイジャージでした。ありがとうございました。